はい、えー、今回はね、これ、期間限定ガチャチケットを、えー、引こうと思います。で、まあ、無料でもらえて、SSR 的中率超グレートアップで、えー、今回なんですけど、期間限定ユニットも的中するんですよね。これ。で、えー、もう3枚引いちゃって、全部で12枚か。あ、9枚もらえるのか。で、残り6枚で、えー、引いたら、ジョナサン アンド女性はふ、当たって、で、課教員は、あの、リアルタイムで、あの、実装された時に、ゲットしたんで、その他、4体ですね。が欲しいです。はい、じゃあ引きます。はい、えー、これですね。6連、サクッと引きます。で、チケット会社、結構もらえるんですけど、たあ、たまに。結構ね、枚数少ないんですけど、SSR 率が高いんですよね。 毎回。なので、期待。したい。けど、んやっぱ期間限定欲しいよね。はい。あれレアばっかだな。SSR 結構高いんですけどね、個人的に。全部レアはない、ないな。それはない。あるわけがない。 今までかなり出てきてましたから SSR。おあるよ <laughs> マジか、SSR 率高かったし、期間限定だし、最初の3枚で引いたんで、ちょっとこれは、動画で美味しいとこ撮ろうと思ったんですけどね。<laughs> ひどいはい、えー。はい。もうまたね、ダイヤ。 集めて。超降臨とか。あの、投票のね、投票結果のガチャ。僕はキラと、えー、上太郎に、半分半分、に入れてたんですけど、あれ来るんですよね、あのガチャ。あれを引こうと思います。なんで、まあ、2月かな。2月に、超降臨来ると思うんですけど、そこ諦めて、うん。そっち引こうかなって思いますね。 で、3月は3周年来るんじゃないかな。なので、そこまでで、7プラス2回のガシャを、超降臨を、えー、5セット引けるまで、貯めようと思いますね。はい。というわけで、え期間限定の SSR 当たるチケットガシャの結果はこんな感じでした。あ、これも引いとくか。はい。これ交換した記憶がないな。1回あるか。い、そんなないんだよな。 なんかめっちゃ古い SSR とか当たった気がするんですけどね。あと被りとか。そんなんばっかなんで。なめてんな、ちょっと。はい。えー、ご視聴ありがとうございました。